スターティングゲーム出たな。ゼロ回線突破した？らせー。ああ、どっこいしょ。ああ、やいのやいの。お、今回めっちゃしてるやん。72。すげえや。てか全部か、70って。頻尿かもしれん、マジで。今は全然トイレ行きたくないけど。トイレ行っといてってコメントを今見てるんだけど、5分後の俺が見てるんだけど、もう遅いです。更新計画か。さっきあんなに辛い思いをしたのに、またポチンキに行く俺。もう完全に。脳みそが停止してる。だがここで俺がドンカツを取ればギアさんの分まで頑張れるだろな。
これで今日終わりか。悲しいな。すごいな。何もない。何も存在してない。あ、閉まんねんだけど。ぼやー。近くにいるんだけど。めんどくせえな、マジで。飛び降りたら不利なんだよな。扉開ける音だけ出すか。どこ行った？あいつ今の。もう一個右行った？なるほどね。意地でも俺にはエアロー渡さんと。
やべ、来たいた。死ぬ。あぶね、来たいたわ。見えてよかった。カーも出さないです。敵気避けていくしかねえな、左回りで。やべえ、こう危ねえ、開いてるわ。こっち行くしかねえか。とりあえずギリギリまで待つか。ポチンキに降りた理由ないっすね。よいしょ。ふう、近いな。
動く理由ないな。どうしよう。なんかしたいけど何もすることないな。この音って敵に聞こえんのかな。わっ、爆撃だ。風呂場に避難しろ。ここは安全だ。心配すんな、俺は死なねえ。平和だ。ここに残ってると思うんだよね。物資が足りなかったら下行ってるかもな。さっき撃ってきた時もなぜかカーだったし。もしやカーとショットガンしかないとかいう超近遠距離装備なのかもしれない。まあ16だったら俺多分ウンピー使う気がする。あ、それかウンピーと16にする。はあ、今日ずっとこんなんばっかだな。風呂場にこもってるばっかだな。つまんねえな。殺し行くかつって即死するんでしょ。それもそれでしょうもないんだよな。参ったね。まあ次はアンチ外れるやろ。どこ行こうかな。ここの森入ろうかな。こう行ってこうかな。この辺の森だったら別にウンピーとサイガでもなんとかなりそう。木多いし。こいつがな、こう行ったら見えない。こう、時間あるかな、そんな。またレッドゾーンだよ。大会のレッドゾーンって怖いね。
レッドゾーン終わったら行くか。一応惜しみなく使おう。使わずに死ぬことの方が多いからな。まあ、ガス際で敵に当たる可能性あるけど、それはもうしょうがない。戦って勝つしかない。あのカーのやついなくなったな。死体発見した。ミニとカーが捨ててある。弾がないから拾えないな。30発あるからミニ拾ってもよかったけど、それはそれで絶望的。開けてるね。ベクサーを持ってる人がいる。ガス中も全然怖いからな、大会だと。切る？銃声鳴らしちゃったからちょっと移動すっか。重い。こっち側もあるわ。
マンションに近づいたら多分蜂の巣にされる。山側からマンションに近づくまでの間、めちゃくちゃさら地あるからね、無理。は？固まった。は？What the hell？ どういうこと？これは？つまり？どういうこと？とりあえず SS だけ取ってもう一回入れるか試してみるか。入れないな。ゲーム再起動するか。 Holy shit！ えー、私の3回戦目も終わろうとしているのではないでしょうか。コンティニュー。 What？ Enter password？ Hey！ Hey！ Wake up！The match is still in progress. Continue? Yeah, continue. Hey. Hey, man. What the hell? Hey, man. トイレ行ってくるわ。
5分前の皆さん、大丈夫でしょうか。だからこの勝負は未確定。はい、ノーカン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 、それみんなも一緒にノーカンノーカン。腹立つわ。めちゃくちゃ煽りのようにコンティニューって出てくるんだけど、だからこの勝負は未確定。5分後の5分前の皆さん、聞いていますか。再試合です。頭痛て役決めるか。
お薬。腹巻いて。今頃ノーカンコメント流れててめっちゃシュールなんだけど、もう俺の中では終わった話題が今この蒸し返されてるか。あ、なんか本当に落ちちゃった。大丈夫か。ごねどくごねどく。なんか全員落ちてたっぽいね、今更だけど。ていうかさ、まあ、仮にありえないと思うけどさ、俺らがさ、明日のスクワットも全部やって、で、ソロのポイントがあったからこそ、ギリギリ決勝に行けるポイントでしたっていう話だとしても、俺はね、これソロはポイントにもう入れない方がいいと思う。もう明日のスクワットだけでいいんじゃない？まあ、その明日のスクワットもできるかどうかわかんないけど、ちゃんと。俺が今2試合連続ドンカツ取ってたら、まあ、2試合連続ドンカツ取ってちょっとわかんねえな。1回だけドンカツ取ってたとしたら、2試合連続ドンカツか。500点だもんな。500点だったらちょっと話変わってくんな。くっごめん、ちょっと今のなしで。やっぱ自分が本当にその立場だったら、これが言えんのかって言われるとちょっと言えないかもしんねえ。じゃあ分かった。視聴者目線でいこう。視聴者目線でいくと、これでもソロはポイントを入れなくていいんじゃないかな。明日のスクワットを、今日の失敗を踏まえて、ちゃんとやる前提で、スクワットのみにするっていうのはどう？それダメ。ダメー。ごねどく、ごねどく。これ人数全然いないんだけどさ、これ開幕即死した人とかさ、あー今日は終わりだっつってパソコン消してさ、今頃風呂入ったりしてんじゃないのこれって。まあ死んで、その場で死んだんだから、まあ参加しない方が、まあ、正しい形ではあるよね。死んだ人はもう参加できないみたいな、さっきの試合で。まあただ管理しきれないよね。いやさっきこの人死んでましたけどみたいなこと言われても確認に時間かかっちゃうし微妙か。まあだからもし気づいてない人がいたら、まあその人はしょうがないと思うけど、なんかその人も絶対入れて再選した方がいいっていう結論にはなんないかもしれないけど、まあスクワットだけでいいんじゃねえかなこれ。まあでも少数からは、24人からは抗議が来るか、24チームからは、いやドンカツ取ったんですけどって、それが無効ってありえなくないですか、なるな。無理だな。まあでもこれをポイントの基準で入れちゃうっていうのは結構やばいと思うけどね、落ちた人からしてみれば。ソロのポイントを剥奪するっていう話になったら、好成績を残した人からはふざけんなってなるし、でもこのまんまこれでゴリ押しで進めちゃったら、それはそれでやばいよな。
痛み止めです。ロキソニンです。5分前に私が飲んだのは。これってどうなるんだろうね。一番ケツの2つのポイントが51位以下は10ポイントで、41位から50位は20ポイントなんだけど、さっきの人数俺ちょっと覚えてないけどさ、例えばさ41位から50位の20ポイントを取ってる人がこの試合に気づいてなくて入ってなくて、でこの試合やったらまあその時こういないじゃん、いないから51位以下の10ポイントで SBA ってなんのかな。だからそこも危なそう。さすがに考えてるかその辺。スライウォーカーさんかな。100ビットありがとうございます。とんかつ祈願頑張ります。だってまあさ、例えばさ、俺とかはさ全試合入れてるからさいいけどさ、もし自分が応援してる選手が入れない試合があって、でソロでの結果も踏まえてみたいな感じになったら、結構さ、まあ逆もそうなんだけどさ、応援してた選手は全員入ってたのに、入ってたけどなんかソロのポイント無効になったって言ったら、まあそれはそれで非難を受けるか。まあこういう不具合が出ちゃった以上もうどうしようもないな。ゆりさやさん100ビットありがとうございます。大会があることに感謝。ほんまそれ、リポフカ行こう。うわー貴様まさか、貴様まさか、あいつ安なやつだな、あの二人安なやつだな、もう一人はマンションにおるとしてんのかな。リポフカ一人だけだな。Yo man, What's up dude? おお、すごいすごい、なんだあいつボート、
車来たな。なんで遅れてリポフカに来るかな。来んなや。どこに泊まった。また結果的に3試合連続ミリビじゃねえか。絶対仕留めれる位置じゃないとやばいな。ああ、人の頭だ。あそこの窓からこっち見てた。カフェの窓だ。あ、やべえ、バレたかな、これ。やべえ。
バレた。ファック。こいつが乗ってきた車どこだ？泳ぐか。あったわ。他にも車2台あったからそう慌てなさんな。大丈夫、君なら生きていける。飛び込むか。ミルタの下通ってここ上がってそのままこっち行ってここ目指すわ。ボートあるな。ボート乗ってっか。やべ、ここ潜れんでじゃん。浅すぎて怖っ。アンチが左側にずれたら今のボートに乗ってこっちに移動する。まだまだだな。次のアンチかな。次のアンチで
ボートに乗って移動するかどうかは決まるな。本当はリポフカにいて、見つけたバギーとジープどっちもパンクさせたろうかと思ったけど、そんなことしてて死んだらマジでしょうもないからやめといた。いつもの俺、しょうもないことして死ぬ。いつもの俺になっちまう。トミーガン撃ってる。この辺だな。車パチったやつめちゃくちゃ怒ってたな。超撃ってきた。ドリンクがちょっと少ない。最低限って感じかな。ブーストをかけなきゃいけないような動きはできないね。寒い。なんかおかしいと思ったら色違うんだ。これだ。海辺をジープが走ってる。あいつを抜こうとすると右の端からカーヘッシュ一発ドン。ああ海にダイブしちゃった。1分15秒か。こっからダイブしたからここのボートまでたどり着きそうだな。一応あっちにもボートあるけど、あれはもう絶望的な位置だな。今のうちにボート乗っててもいいけどな、まあ、海の中が一番安全だからね。海の中が一番安全だけど、ボートの奪い合いみたいになったらマジでしょうもないからな。こっち側だな。この辺の家かな。いや手前の林だな。この辺のボート盗まれるね。海ダイブしたやつ頭出さないな。出してるけど俺の目が悪くて見えてないだけか、それともまだ遠いのか。ボート狙われそう俺の。海辺走ってる。あー飛び込んだ。あっちの小屋も一応アンチなんだな。結構アンチまだ広いな。時間が経つのがなぜか遅い。現実世界では時間が経つのは早いのに、あっという間なのに。上がってこないな。
あ、泳いでる。あれ、最後に入ったやつだな。なるほど。そういう。これ、消し掘られる前に行きたいけど、もう上がってきてるかな。きつい。こらきつい。いやー、こっちの防空壕の方まで行きたかったんだけどな。残念ザコシ。手前の防空壕で止まるべきだったな。GG。他の人たちはどうかな。みんな死んだかな。